さん、こんにちは。こんにちは。日本の NPO や NGO で働いている方をゲストに招いてお話を伺う NGO 世界を見据えて、今回はゲストに公益社団法人シャンティ国際ボランティア会の事務局長の山本恵里さんをお迎えしております。後半から私、鎌倉が進行を務めさせていただきます。よろしくお願いし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 ます。いや、前半ではですね、カンボジアの現状ですとか、シャンティの、事業内容全般的にお話を伺ってまいりましたが、後半はですね、難民キャンプを含めた、お話を聞きたいなと思っております。シャンティの最初の出だしがカンボジアの難民キャンプというお話もありましたけども、うん、今でも難民キャンプ、アジアの難民キャンプで活動していると、はい、聞いております。山本さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。そうしましたら、シャンティのですね、難民支援について少し紹介させていただきたいと思います。私たち1981年にカンボジアの難民キャンプに図書館を設立したのが一番最初の、団体の設立経緯になっているんですけれども、その後、ラオスの難民キャンプでの活動だったりを経まして、2000年に入って、ミャンマー、ビルマ難民のですね、キャンプでの事業を行ってきております。で、その後ですね、アフガニスタン難民の支援に関わってくるんですけれども、今日は、ミャンマー難民、アフガニスタン難民について少し紹介をさせていただきたいと思っています。最初にタイの難民キャンプのですね、紹介をさせていただきます。で、こちらのキャンプなんですけれども、タイとミャンマーのですね、国境沿いに位置しておりまして、で、こちら1949年、かなり古いキャンプになるんですけれども、少数民族の反政府勢力とミャンマー軍のですね、軍事政権による対立によって、勃発した紛争によって逃れてきた人たちです。で、公式にただですね、難民キャンプとして設立したのは1984年になっております。で、タイ政府の監督のもとにですね、国連機関や国際 NGO がこちらのキャンプで社会サービスを提供してきています。で、日本の NGO、日本でですね、正式にこのキャンプで活動しているのは、シャンティのみになっております。で、今支援しているキャンプ、今も現在もですね、存在しているキャンプっていうのが、私たちが支援しているのが7つのキャンプになりまして、昨年9月末の登録ですと、9万1000人ほどの人たちが、おります。で、半分が、登録されていて、残りがですね、まだ未登録というか、ステータスレスっていうような感じの、人たちがます。で、このキャンプはですね、8割がカレン族という民族でして、その他カレン民族、ビルマ族、モン族っていうさまざまな少数民族の方々がいらっしゃいます。で、こちらのキャンプ、衣食住含むですね、生活のすべてが国際支援によって、成り立っております。で、制限としましてはですね、やはり難民キャンプの外に出るっていうことができないですとか、経済活動がですね、やっぱり許されていないという形になっています。で、このキャンプの中なんですけども、基本的には自然に帰る素材でしか許可が得られていないので、こういった写真のようにですね、すぐ潰して元に戻せるようなものでできたものしかないという状況です。で、私たち教育支援をずっとしているんですけども、キャンプの教育環境っていうのは、この7箇所にある教育施設では、幼稚園が63園、小学校が29校、中学校が10校、高校が26校、高等教育が、機関が10校あります。で、ただですね、ここの学校で卒業しても仕事に就くってことはできないので、やっぱりそこはモチベーションですね、関わってきたりとか、帰還したりとか、第三国行ったときに、ここでの資格、卒業資格がどう扱われるかっていったような問題があります。で、この間ですね、ミャンマーと少数民族の和平プロセスっていうのは、どうなっていたかと言いますと、2010年の11月にですね、総選挙の後にですね、軍政から民政になった。
皆さんにもちょっとご存知の方は記憶に新しいと思うんですけども、その時に少数民族との停戦合意っていうのが実は締結されていまして、2015年には、カレン系の団体含む少数民族8団体、主な8団体がですね、全国停戦協定に調印しています。で、これをもとにですね、じゃあキャンプの皆さんも、そろそろ、帰還ができるんじゃないかっていうような帰還の動きっていうのも出ていたんですが、ご存知の通りですね、今年の2月に軍事クーデターで、また再度この同じ少数民族地域でも軍事衝突が行われています。でこちらちょっと後ほど触れたいと思っています。で、難民の、方々なんですけれども、ここに住んでいても今4世とか、そういった5世ぐらいになるんじゃないかなと思うんですが、タイに帰化するっていうのはこちらタイ政府が、ダメということで許可されている。でそうなると、第三国定住でこちらも今はですね、かなりもう限りがありまして、なかなか皆さんが行けるわけではない。でそうなると、帰還という選択肢になるんですけれども、もう長くなりすぎて祖国には誰もいないし住んだこともないし不安が多い、でましてや政情不安ということで、難民キャンプに滞在したいと考えている人が、実際にはとても多いというふうになっています。で、こちらのキャンプですね、訪れた人は割とのどかでいいねって、タイの一つの村みたいに見えるんですけれども、これ実はキャンプと外の世界をですね、仕切る、隔てる、こうちょっと壁があるんですけども、こんな簡易なものが実はものすごく大きな難民キャンプと外のを隔てる壁になっています。でこういったキャンプの中で私たちは2000年から活動してきているんですけれども、2001年にこういった本当に簡易な、素材で1巻目の図書館を作っています。やっぱりこの図書館の起源というのはカンボジアの難民で始まった、やっぱり食住だけではダメだというところも意識して図書館活動っていうのを、行ってきていまして、でここではやっぱり難民キャンプ生活が長くなってくる中で、やっぱり子どもたちがアイデンティティだったり自国の、伝統舞踊だったりとか楽器っていうのを、学べるような文化活動を、行ったりとか、あと私ずっと子ども向けの活動を多くの国でやってきているんですけども、キャンプの中では高齢者向けの活動もないので、そういった活動を図書館で取り入れたりとか、あとは若者ですね、本当に先ほども就職先がない、若者もすることがないっていう中で、若者に、ボランティアとしてこういった子どもたち向けの活動になってもらうっていうような育成活動っていうのを行ってきています。でこのキャンプ、カレン系の人たちが多いんですけれども、やっぱりいろんな民族の方がいて、そういった方々がですね、それぞれの文化を尊重していけるように、継承していけるようにということで、子どもたち向けの難民子ども文化祭っていうのも開催、してきています。それ以外にもですね、学校図書室の整備、私たち図書館っていう形でキャンプの難民キャンプ図書館の支援をしてきているんですけども、同時にですね、学校にもですね、こういった図書室の、を閉鎖して子どもたちがより、本とかいろんな情報に触れるようにっていうふうに行ってきています。山本さん、ありがとうございます。今そのクーデターというか昨今のミャンマーのクーデターで、たくさんの方がこういろいろ逃げたりとかですねされてる、そういう、光景をテレビで見ると、今国内が混乱してるみたいなイメージありますけど、この難民キャンプもう4世代が暮らしている、もう本当にこう忘れられた難民キャンプに、なってると思います。でその国に戻るという選択肢の中で、やっぱりそのなかなか受け入れられないのは、やっぱりこの4世3世の方たちって祖国に足を踏み入れたことってないんでしょうか。
はい、そうですね、ありがとうございます。もう4世どころか5世ぐらい行ってるかもしれないんですけれども、本当にここのキャンプで生まれて育って、また子供を産んでっていう方もいらっしゃるので、本当に戻られたことがない方がもうほとんどだと思います。このキャンプの世界しか知らないっていう、ありがとうございます。佐藤さん、今もうキャンプの中しか知らない、はい、しかもこう結合し、威圧的なものではないにしろ自由がない中での生活っていうお話聞いて、佐藤さんいかがですか？いや、1949年からだともう70年以上っていうことですよね。でその世代を重ねる方で、今写真でも伝統のこう舞踊であったり文化をこう受け継いできたということをお見せいただきましたけれども、そうしたことのために本当にためにも本当にシャンティさんがこう用意されているような場所みたいなもの、学びを受け継いでいく場所っていうものがすごく大きな役割を果たしたのかなと思いました。ありがとうございます。でとは言いつつですね、この2021年2月の軍事クーデターの後、この難民キャンプの周りがですねどういうふうになったのか気になります。山本さん、お願いできますか？はい、ありがとうございます。やっぱりこのキャンプ長くなってきまして、ここ何年か本当に帰還のためにどうしていくか、で実際にキャンプの支援というのも激減してきているんですね。でそういった中で、今年のですね2月に、軍事クーデターが、発生をしまして、で、このクーデターに関しては、皆さんもご存知の通り、そういったクーデターの動きに反対する、民主的な動きと、で、それに反対して少数民族の武装勢力などもやっぱり軍と衝突したりとか、そういったことがですね各所で行われまして、でそういったところから逃れてくる人たちっていうのが今国境沿いにまた集まってきています。で、そういった方々がですね今コロナの、問題もあるのでっていうところが、表向きな大きな理由にはなっているんですけれども、実際には国境を越えられていないんですね。要は無理やり戻されているっていうような状況になっています。ですので、もちろんその辺の国境って一つこうもうあちら側が見えるような川でつながっているようなところもあるんですけれども、そういったところに人が、逃げ惑ってるっていう形になります。で、国境沿いの私たちがずっと事務所を置いてキャンプがですねまさにある、その周辺地域の、ミャンマー側の、村、まさに本当に国境に隣接する村の人たちの 村にですね、ジャングルの中に隠れながらですね、やっぱり逃げ惑う生活を、している人たちっていうのが報告されてきています。で、本当にちょっとこういう子どもたちの衝撃的な写真が入ってきたりするんですけれども、やっぱり木の実木のままで逃げてきているので、食料の不安だったりとか、生活必需品だったりとか、医療物資、コロナもそうですけども、この地域マラリアだったりとか、いろんな病気がある。で、もちろん子どもたちはこの逃げ惑っている間教育等は、受けられないっていうような状況になっています。でただここはですね本当に支援展開が、非常に制限をされていまして、実質十分な必要な支援が入っていない状況が続いています。でなのでやっぱりここはですね本当に難しい問題なんですが、ちょっと今後の支援展開をですね、国際社会、私たちだけじゃなくて国際社会として考えていかなければいけないと思っています。ありがとうございます。本当に難民キャンプの中に入っている、日本の唯一の NGO というのが最初のスライドにあったんですけども、シャンティとしても多分この見てる聞いてる声を伝えていくっていう役割を担われているのかなと思いながらお話しました。佐藤さん、この現状を聞いていかがですか？
いや本当にホットニュースというこうパッと流れるニュースだけではなくて、日本では扱われてないだけのところにも本当にさまざまなこういう人たちがいるっていうのは、その地域だけの問題ではなくて、本当に国際社会全体で向き合っていかなければいけない問題だなと感じました。ありがとうございます。アフガニスタンに山本さん駐在されてたと聞いたんですけども、何年間駐在されてたんですか？そうですね、約6年ぐらいになります。はい、ありがとうございます。でこれからちょっとそのアフガニスタンでの活動のお話も伺いたいと思います。山本さんお願いします。はい、ありがとうございます。私たちシャンティの難民支援の中で、本当にこのミャンマーの難民支援とアフガニスタンの難民支援っていうのが大きな柱になっているんですけれども、今現在のですね、アフガン難民、国内避難民にも少し触れさせていただきたいと思います。で世界でですね、2019年末の段階で、難民と言われる人が7950万人いると言われているんですけども、そのうちの 68% が5カ国で占められていると言われています。でかつてアフガニスタンの難民っていうのは非常に上位だったんですが、今世界でシリア、ベネズエラに続いて3番目の270万人程度というふうに言われています。それでも世界中の難民の8人に1人はアフガニスタン人っていうかことになります。で今この、約ですね240万人、ほとんどの難民と言われる方は隣国のイランやパキスタンで、暮らしておりまして、アフガニスタンの、半数以上の難民は子どもだと言われています。で難民っていう方々は240万人になるんですけれども、国内にですね、もともと住んでいたところを追われた、いわゆる国内の避難民の方々が、いまだ200万人以上、いるというふうに言われています。でそういったシャンティはですね、アフガニスタン の, 難民支援からアフガン支援を始めているんですね。2001年の 9.11 の後からですね、支援を開始しているんですけれども、今日までずっと教育支援活動を行ってきていまして、東部地域を中心に、学校建設だったりとか絵本の出版、紙芝居出版、図書館の設置っていうような活動をしてきています。ただ近年ですね、やはりこの国内避難民帰還民 の, 問題がですね、非常に特に東部地域では大きく、なっておりまして、先ほどの隣国に、逃げていた難民の方々がですね、強制的に、アフガニスタンに、戻されると、帰還を強要されるというのが、15年から16年の間にあったんですが、無理やり、帰ってこさされるんですが、帰ってこさされても、アフガニスタンの国内で住むところがないので、その人たちがもともといた国内避難民の方々と同様ですね、国内での避難民という形で、悪環境な、生活を続けているという状況がございます。でそういった中で、今アフガニスタンでもやはり他の国同様、新型コロナウイルスがですね、やはり感染拡大を、しておりまして、でこちらの、6月末のですね、データになるんですけれども、6万人の方々が感染しています。ただこれは実際に現地の状況を聞いていますと、もうデータの把握はですね、検査センターとか医療センター、医療施設の公開でですね、できていないので、実際にはもっと多くの人が、感染しているというふうに、言われています。ただこの感染の中でロックダウンとかいろんな政策を取るんですが、難民のこの国内避難民の方々はやっぱり、すみません、住む場所が、ないので、人の家の外のですね、地域を借りて、生活していたりしますので、どうしても食料を探しにですね、街をさまよったりとか
で、本当に今回、こういった避難民、帰還民の方に、ここに住んでくださいよというような国内でキャンプが設置されているわけではないので、本当に皆さんさまよいながら、こう提供してもらえるところに、こういった形の簡易のですね、家を建てて、暮らしているというような状況になっています。で、こういった方々にですね、私たちは今、食料ですとか、必要な感染予防のですね、グッズのですね、配布等を、行っているんですが、とにかくそういった対象者を見つけるのがとても大変で、こういった現地のコミュニティのですね、方々から誰がどこに住んでいるかっていうところをですね、伺って、一世帯どういった方がいるかっていう形で、状況を確認しながら対象者を、見出しているという状況になっています。で食料支援と同時にですね、やっぱり感染拡大を、防ぐという問題、防ぐという観点から、このほとんどの難民の方が、もう大人も読み書きが全くできないんですね。ですので、文字でこういろいろ伝えても難しいので、こういったポスターで、行ったりとか、マスクとか消毒液も実際には購入できない状況のうちの方が多いので、代替案を伝えたりとかして行ってます。で、治安も悪いのでなかなか大々的にはできないんですけども、これもちょっと非常に難しい啓発活動なんですが、アフガニスタンの方って挨拶するときにこうハグをするのが普通なんですけど、これは感染拡大のためにやめましょうとか挨拶。でもそれは逆に伝統に反するっていう形で、武装勢力からそういうことを逆に啓発しないようにっていうような声が出たりとか、非常にそこは、難しいなというふうに感じています。で、こういったものを配布させていただいたりとか、特に女性への、で今でもやっぱり女性の多くはこういったブルカをですね、かぶって、活動して外に、出ざるを得ない、こういったカフの方々だったりとか、女性が世帯主にもきちっと食料が行き渡るようにっていったような、配布会場を分けるとかですね、そういった配慮を行ったりとか、基本的な啓発活動、手洗いっていったようなことを、食料と配布するのと同時に、行っている、そういった状況です。ありがとうございます。山本さんも、現地でいろいろ関わっていて、アフガニスタンもそれこそ入った当時とまた今またこういう避難民の問題、収まらない中でですね、感じてることとかなんかあればちょっとお聞きしたいなと思いました。はい、ありがとうございます。そうですね、本当にミャンマーの難民もアフガンの難民もそうなんですけど、もちろん今までも本当に厳しい環境でいらっしゃった方々はたくさんいると思うんですけど、今やはり支援がですね、やっぱできない状況っていう、複雑な環境に置かれているので、よりですね、やっぱり難民の方、避難民の方が置かれている状況っていうのは、残念ながら悪化してるんじゃないかなと思っています。で、なので、いろんな複雑な正常な的な問題だったりとか、やっぱりなかなかもうキャンプっていうのは逆に過去の例からキャンプを作ってしまうとなかなか閉鎖できないからもう最初からキャンプ作らないっていうような考え方でも、それだと本当に住むところもなくさまようしかないっていう、そういう現状
に本当私たちも今まで以上に支援の難しさっていうのは感じています。ありがとうございます。山本さんもこの NGO に入っての業界に入って、アフガニスタンからさまざまな国でプロジェクトのご担当されてました。で、山本さんがですね、なぜ NGO に入ったかとかですか、シャンティに入った、そこら辺気にされてる方いるかと思いますので、山本さんの方からちょっと背景等々お話しいただければと思います。はい、ありがとうございます。私はそうですね、いろんなきっかけになることがいろいろ自分の生きてきた中であったのかなっていうのはいつも思うんですけど、やっぱり一番大きかったのは学生時代に訪れたやっぱりタイで、そこで訪れた少数民族の村の、タイの北部のですね、少数民族の村の貧しい中で、どうやって発展していく。で、その時に必ずしもやっぱり経済発展をすれば、この彼らがその人たち自身として生きていくっていう社会に本当になるのかなっていうのはすごく疑問に感じたんですよね。でそれでやっぱり子どもたちがこうどうやって自分らしく生きていけるのかっていう、そこでちょうど同じタイで活動していた、シャンティの活動に携わらせていただいて、都市部の貧困の子どもたちの問題とか山岳地域の貧困の子どもたちの問題とか目の当たりにして、やっぱりそういった問題に自分自身がちょっとしっかりと向き合っていきたいっていうふうにすごく現場で感じたのが、最初かなと思ってます。ありがとうございます。この番組は NGO で働きたいという方たちも結構見ていただいております。山本さんからその NGO で働きたいと思ってらっしゃる方へメッセージお願いできますか。はい、そうですね、社会課題を解決するため の、手段だったりとか、やり方っていうのはいろいろあっていいと思っていますし、本当にさまざまなアクターが関わらないと、解決できない状況に今の世の中っていうのはなっていると思います。でただその中でやっぱり NGO だからこそできる支援とかリーチできる人たちっていうのはやっぱり必ずいて、で、そこをですね、やっぱり私たちは、そういったこう大きな支援から漏れがちな人たちにこう支援をしていくと、そういう役割を担っているのかなと思っていますので、ぜひそういう活動をされたいという方は参加していただきたいなと思っています。ありがとうございます。佐藤さん、今の山本さんのメッセージ受けていかがですか。はい、僕ももともと NGO の活動をしていて伝える側に移った人間なんですけれども、やっぱりまずはそこに興味を持って何とかしたいっていう方々にこの現実をまず見ていただきたいと思うんですよね。でそこに携わるっていうことは別に苦しいことだけではなくて、すごいたくさんの宝物もいただくような活動があったと思います。今日はちょっと時間がなくてそこまで伺えないんですけれども、こうしたところでこうご縁がつながって多くの方がどんどん後輩が育っていくと嬉しいなと感じました。ありがとうございます。やっぱりお話を伺ってですね、シャンティ の、 活動に興味持ったなとかですね、何か参加したいなという方いらっしゃると思います。山本さんの方からそういう方たちに向けてメッセージだったり参加方法をお伝え願いますか。はい、ぜひ私たち本当に日本国内で関われることから本当に身近な活動からさまざまな本当に関わり方を用意させていただいていますので、ぜひホームページに訪れていただきまして、支援をしていただけたらと思います。で今現在本当にミャンマー難民、アフガン難民の緊急支援もですね呼びかけておりますので、ぜひよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。まずはシャンティの Facebook とか Twitter ぜひフォローしていただいて情報をゲットしてもらえればと思います。はい、本当に山本さん今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。
佐藤さん、もう今日盛りだくさんのお話たくさんいただきましたが、はい、いかがでしたか？そうですね、本当に時間に制限されなければ一つ一つのスライドでもっとお話を伺いたかったなということがたくさんあったので、ぜひ皆さんも興味持たれた方はシャンティさんのホームページなどをチェックしてみてください。はい、ありがとうございます。で、私もですね、やっぱり難民キャンプと避難民という今回切り口で、お話しいただいて、本当にこう落ち着かないというか、地に足がつかないというか、本当祖国なき人々がこの世界にまだまだいるんだなということを改めて気づきがありました。ありがとうございます。いや、佐藤さん、あっという間に、そうですね、時間が、はい、参りました。はい、またこの NGO 世界を見つめては、今後ともさまざまな方をゲストに迎えてお話を伺っていきたいと思っています。それでは皆さん、また次回の NGO 世界を見つめてでお会いしましょう。ありがとうございました。さようなら。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やご評価をいただけますと幸いです。またこのチャンネルは皆様のご寄付に支えられております。ご支援ご協力よろしくお願いいたします。